こんにちは、つちのこです。さあ、宣言通りね、最初に3枚お見せしましょう。今回のかくれんぼはこの3枚で挑戦したいと思います。そしてね、コメントは編集済みのものは省いて、一番早くね3問とも正解した人を回答編の最後にね、早い順からちょっと何名かね紹介していきたいかなと思います。さあ、今回のかくれんぼ、本当に僕ね時間をかけてねじっくりと考えたものになります。なので相当ね、初見で見つけるの難しいと思いますが、この後にね、一枚一枚ちょっとずつヒントを出しながら、ゆっくりとどんな感じで撮影したのか語っていきたいかなと思います。もう自信ある方はすぐにね最初の3枚を、一時停止してね、回答をね書いてもらえたらと思います。さあ、まず1枚目はこちら。カックーとかね、ガマネーとか実はいたりします。いろんな見るポイントがあって、なかなかね難しいんじゃないかなと思います。ここもねいろいろ、ここもいろいろ考えました。カックーでね飛びながらどっかにね隠れようかとか、ガマネーとかをキャプチャーしてどこかに隠れようかとか、いろいろ考えました。こう結構引いたり拡大したりできるので、マリオがね実は奥の方にいたりだとか、めちゃくちゃ手前にいたりだとか、結構画面のね隅から隅まで移動できたりするので、結構難しいと思いますよ。じゃあまず第一のヒントいきましょうか。このかくれんぼ中に着ている服は、ルイージの服になります。ルイージの服って言ったら、緑色にね白の L というエンブレムが書いてある帽子をかぶったマリオになります。でルイージの格好をしたマリオがねこの中のどこかに隠れているんですが、じゃあ次ヒント2行きましょうか。マリオのどの部分が見えているか、どの部分が見えているかを言うと、ルイージの頭の帽子、さらに L のマーク、ここ出しています。なので、帽子の部分が出ている状態で隠れているという感じですね。さあ皆さん、拡大してじっくり見てみてください。見つけた時、うわーここにいたかって思うはずです。着眼点のいい人はね結構早めに見つけてるんじゃないでしょうか。ということで、1枚目の隠れ場所はカックやねガマネーのいる花畑の場所に隠れてみました。さあみんな、見つけることできましたか。さあそれじゃあ次はね2枚目の方行きたいと思います。さあ2枚目の隠れんぼはこちらになります。トゲゾウやジュゲムがいる場所。さあマリオどこにいるかわかるでしょうか。クッパ城はね、ほんと隠れれそうな場所たくさんあるんだけど、どうしてもねやっぱマリオがね結構目立っちゃってね、なかなかね隠れ場所探すの難しかったですよ。ヒントいきましょうか。マリオの着ている服はゴールデン帽子とゴールデン服になります。なのでマリオは金色になっているということですね。さあ金色の部分をね重点的に見ても拡大してもねなかなか見つからないんじゃないかな。さらにヒントを言うと、ゴールデンマリオよりねちょっとだけアクセントを加えております。ここにいたっていう方はね、かくれんぼ3本のコメントをぜひね残していってもらえると嬉しいです。それじゃあ次の3枚目いきましょうか。はい、3枚目のねかくれんぼはこちらになります。キノピオ隊長がいいあくびしてるぜ。月の国もね隠れ場所いいところないかななんていろいろ探してたんですが、やっぱりねこのみんなのが集合してるところになってしまったな。これまでのね僕のマリオかくれんぼを見ている方だったら、多分ね結構もう早めに見つけちゃってるんじゃないでしょうか。どうですか、これはちょっとノーヒントでいこうかな。マリオをね楽しくプレイしてる人だったら速攻で見つけることできると思います。さあ何度も言いますがね、かくれんぼ3つの答えをどこどこの何々にいるみたいな感じで、あこの人は絶対分かってるなっていうように分かるようにね書いてもらえるととっても助かります。コメントの速さが正確ではない編集済みになってるコメントは除外したいと思うので、コメントの編集で書かないようにお願いします。さあ僕がね本当に時間かけてね悩んで考えた問題、みんなどのぐらい早く打ち破られるんでしょうか。さあ回答なんですけれどもね、ちょっと日曜日僕がいないので、月曜日のね夜の動画で回答編として出していきたいと思います。分かんなかった人はね何度も見比べて隠れポイントを探し出してください。ということで月曜日にね回答編出したいと思います。よかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。